トナム情報ウィークレス。今日の天気です。ホーチミン市では大気汚染にご注意ください。今日の幸運のヒントです。本日のメニューです。ユネスコが道路計画に苦言。21年ホーチのサイゴンパーク、ポルポト打倒45周年。ホーチミン市で自転車専用レーンを検討。 HBC が自社株買い。ベトナム株日記。ユネスコが道路計画に苦言。ベトナムのユネスコ事務所はドンナイとビンフック省を結ぶまだ橋と国道の建設に反対するよう人民委員会に送られた文書の中で助言しました。道路建設は生態系の断片化によってドンナイ生物圏保護区のコアエリアに深刻な影響を及ぼし、道路建設自体によっても土地、水、空気の汚染が発生します。大きな道路が通ることで生物多様性のつながりが途絶えると、貴重な動物の生息地に影響を及ぼし、また道路の交通により多くの野生生物が死に至ります。環境の悪化と生息地と生物多様性の喪失は、生物圏保護区のコアエリアの基準と機能の不履行につながります。ユネスコの文書はまた、マダ橋と高速道路の建設は、国内法で述べられている森林保護と生物多様性保全というベトナムの目的に準拠していないと述べています。ドンナイ生物圏保護区の中核地域であるドンナイ文化自然保護区は、10万ヘクタールに及び2011年にユネスコによって世界生物圏保護区に指定されました。 VN エクスプレスの調査に回答した約8000人の読者のうち 83% が高速道路を不承認とし、 11% だけが高速道路を支持しているそうです。21年ホーチのサイゴンパーク、ホーチミンのゴーバップ文化公園建設の承認から21年経った今でも、野生植物と沼地、そしてゴミに囲まれています。写真は公園の入り口ゲートです。ホーチミン市は、2001年に37ヘクタールのゴーバップ文化公園プロジェクトを承認しました。費用は990億ドン約430万ドルです。プロジェクトでは、醸造庭園、商業センター、屋外運動場、遊び場、美しい湖などを特徴とし、1日あたり1万人の来場者を想定していました。しかし20年以上経った今でも公園は作りかけのまま、野生の植物とゴミであふれています。ベトナムではこうしたやりかけの仕事をお欲目にすることがあり、日本との文化の差を感じます。タンソンニャット空港の西にある公園の入り口はグエンバンルウォン通りの終わりにあり、未完成ながら午前4時から午後10時まで営業しています。公園の南にある中洲の上にあるお寺は外国人観光客にも有名ですが、この公園を知る人は少ないのではないでしょうか。公園のほとんどは生い茂った植物で覆われていますが、一部の地域はバナナや野菜の栽培に違法に使用されているそうです。未完成のままですが、写真を撮りたい、ピクニックを楽しみたいという来場者が訪れます。仮設の小屋は公園のスタッフに食べ物や飲み物を提供しています。オペレーターの家の公園の計画マップは時間の経過とともに色褪せてしまいました。広くて何もないのが良いのか、プロフ写真の撮影では意外と人気の穴場となっているそうで、 Google マップに多数の写真がアップロードされています。ゴーバップ地区の行政によると、プロジェクトは2007年に民間企業に引き渡された後、再びゴーバップ地区に戻され、次に運輸部門と建設部門に引き渡されています。ポルポト打倒45周年。6月20日、ベトナムのファム・ミン・チン首相はカンボジアで開催されたポルポト虐殺体制への勝利45周年を記念する式典に出席しました。式典でチン首相はカンボジアの人々に起きた大量虐殺と
ポルポトのギャングがベトナムの人々に対して犯した残忍な侵略犯罪を非難しました。祝賀会は正義のための戦いの始まりを思い出させるだけでなく、ベトナムとカンボジアの間の友情と連帯の表れであると語りました。フン・セン首相は6月20日から始まるポルポト政権打倒とその後の努力がなければ現在のようなカンボジアになれなかったことを歴史が証明したと述べました。ベトナムのボランティア兵士が国家解放のためカンボジアの人々と手を組んで助けたとベトナムの行動の正当性を改めて強調しました。1978年にポルポト政権がベトナムに攻撃して富国島などに新軍市民を虐殺したことなどを受けてベトナムが反撃し、その後ポルポト政権を打倒した後もベトナムは10年間平和維持活動をしました。ベトナムの従軍には女性兵士も参加、カンボジアが再生する手助けをしましたが、当時の世界は日本を含め多くの国が経済制裁などを行いベトナムを非難した経緯があります。式典では犠牲者の慰霊のセレモニーも行われ、両国のトップも参加しています。ホーチミン市で自転車専用レーンを検討。ホーチミン市の運輸部門は市の東側のハノイ高速道路に沿ってサイクリストと歩行者専用の車線を開設したいと考えています。ホーチミン市運輸局長のチャン・クアン・ラムは道路管理センターと関係当局にハノイ高速道路沿いの自転車と歩行者のために別の車線を開くことを検討するよう要請しました。この決定はホーチミンの自転車専用車線を交通安全を考慮しつつ渋滞を緩和させるという政府の方針に沿ったものだそうで、専用自転車専用車線はホーチミン郷からサイゴン郷までの 4km が予定されています。ホーチミン市では2021年の12月からダウンタウンで公共自転車のサービスも開始しています。 HBC が自社株買い。フォービンコンストラクショングループのレベトハイ会長は同社の株価が今年半減したことを受けて1000万株の自社株の購入を登録しました。6月23日から7月22日まで自社株買いを登録。株取得後はフォービンの所有権を 15.84% から 19.91% に増やします。 HBC は昨年10月に7営業日連続で株価の下落を記録して以来株価が最低水準に落ち込んでいます。画像はホーチミン市12区のフォービン建設グループによって建設される都市複合施設の完成予定図です。発表を受けて21日の株価は 6.8% 上昇しました。フォービンは今年 54% 増の 17.5 兆ドン7億4468万ドルの収益を目標とし261% 増の3500億ドンを目指しています。記事の URL は動画下の解説をご覧ください。ベトナム株日記。21日 VN インデックスは 0.67% 下落して 1172.47 ポイントで引けました。21日のニュースでベトナム国立銀行は米国の金利上昇のため通貨売りの頻度を増やす予定で市場への通貨供給を増やすそうです。通貨政策部門のクアン氏はベトナムのドンは今年これまでのところアメリカドルに対して約 2% しか下落しておらず、ベトナムドンは安定しているとコメント。インフレを抑制するのに役立つ柔軟性を備えた為替レートの管理を継続するとしています。ウィークレス編集部ベト株日記はプラス 1.2% で平均はマイナス 16.87% に回復。ビナミルクなど上がった株が多かった反面、優等生の発電の NT にやめコファー製薬が大きく下げて相殺されちゃいました。今日のニュースはいかがでしたか？感想